ダスティン・ブラウンはドイツツェレ出身の男子プロテニス選手。2010年まではジャマイカ国籍の選手として出場していたが、同年からドイツに国籍を変更した。身長196センチメートル。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。ATP ワールドツアーではシングルスでは決勝進出はないが、ダブルスで2勝を挙げている。自己最高ランキングは、 シングルス64位、ダブルス43位。ドレッドヘアがトレードマークで芝のコートを得意としている。ジャマイカ人の父親とドイツ人の母親との間にドイツチェレで生まれる。11歳の時に両親と共にジャマイカモンテゴベイへ移住。2002年からフューチャーズに出場。当時は両親から送られたキャンピングカーを運転し、各大会を転戦していた。 2003年7月、テニス連動選手権で ATP ツアーデビュー。ここでは1回戦でボブ・ブライアンに敗れている。2003年4月、デビスカップジャマイカ代表としてデビュー。シングルス4勝、ダブルス3勝と結果を残し、グループ2への昇格に貢献した。しかしジャマイカテニス協会と衝突を起こして以降、ジャマイカ代表としてはデビスカップに参加していない。 2007年にフューチャーズ初優勝。2008年に2度目の優勝を飾る。2009年にはフューチャーズで3勝目を挙げ、8月にはサマルカンドチャレンジャーで ATP チャレンジャーツアー初優勝を遂げる。またカールスルーへ、アルマトイ、エッケンタール、アーヘンのチャレンジャー4大会で決勝へ進出した。2009年末時点で世界ランキングは144位に到達。 2010年ウィンブルドン選手権男子シングルスで予選を勝ち上がり、初めてグランドスラム本戦に出場。1回戦で第16シードのユルゲン・メルツァーに敗れた。全米オープンでは1回戦でルベンダ・ミレス・イダルゴに6から4、7から6、7から5で勝利し、グランドスラム初勝利を挙げる。2回戦で世界ランク4位のアンティマリーに5から7、3から6、 0から6で敗れた。9月のモゼールオープンのダブルスでは、ロヒール・ワッセンと組決勝で、マルセロ・メロ、ブルーノ・ソアレス組を破り、ツアー初優勝を果たした。10月から国籍をドイツに変更した。2011年全仏オープン男子ダブルスでは、ミハエル・コールマンと組んで3回戦まで進出。2012年ハサン・ニセイグランプリのダブルスでは、ポール・ハンリーと組んで、決勝で、 ダニエレ・ブラッチャーリ、ファビオ・ホニーに組を破り、ツアー2勝目を挙げた。この年は、オープン13とオーストリア・オープンでも、準優勝した。2013年ウィンブルドン選手権男子シングルスでは、予選から勝ち上がり、1回戦で、ギレルモ・ガルシア・ロペスを、2回戦では、元世界ランク1位のレイトン・ヒューイットを6から4、6から4、6から7、6から2で破り、 自身初のグランドスラム3回戦進出を果たす。3回戦で、アドリアン・マナリノに4から6、2から6、5から7で敗れた。2014年、ゲリー・ウェバー・オープンでは2回戦で当時世界ランク1位の、ラファエル・ナダルを6から4、6から1で破るバンクルワセを演じた。ブラウンは2015年ウィンブルドン選手権2回戦でも、ナダルを7から5、3から6、6から4、 6から4で破るバンクルはせを演じた。ブラウンとナダルの対戦成績は2017年10月1日現在、ブラウンが2勝0敗で勝ち越している。ウィンブルドン選手権ではナダルに勝利後、3回戦で、第22シードのビクトル・トロイツキに4の6、6から7、6から4、3から6で破れた。2016年南フランスオープンでは、 自身初のツアーシングルスベスト4に進出するも、世界ランク10位のリシャールガスケに敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。 Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。